きょう午前、福岡県庁で開かれた防災会議には、地震工学や地質学を専門とする大学教授など10人余りが参加しました。そして今月8日、宮崎県日向灘での地震と、非常に大きな地震が頻発しているところでございます。特に福岡県は今、南海トラフのほか、主要活断層に追加された福知山と海、日向峠、岡崎峠の3つの断層帯、それに海域の活断層で地震が発生した際の被害想定などを調査しています。今日の会議ではコンピューターでシミュレーションを行う際の方法やどのデータを採用するかなどを確認しました。福岡県は今年度中に調査結果を取りまとめ、県内の自治体の地域防災計画に反映させる方針です。